禁断のラムネ。それは食べると死を招くと言われているラムネである。昔から人々はこのラムネを封印し遠ざけ、食べないように生活してきたが、興味本位で口にするものも少なくはなく、死者が続出した。俺の名前は里広、大学生だ。ずっと真面目に生活してきたが、そんな俺の前にもある日、ついにあいつが現れた。昔からオカルト好きだった俺は、そんな噂を知っていたため、興味本位で一口食べてしまった。これで俺の人生は終わりだ、死んでしまう、そう思っていたのだが、なぜか俺だけは変態になってしまった。